カフェステラと死神の蝶。オープンから約2ヶ月ですか。早いものですね。幸い順調に売り上げは伸びている。特にクリスマスの2日間が凄まじかったな。過去最高でしたね。季節イベントの重要性を実感できた。味を占めてお正月も何かできないか考えたんだけど。何かしますか？思い直した。年末年始まで働いてもらったら完全にブラックよね。は？どうして急にくだらないこと言ったの？高峰さんは妙なはっちゃけ方をする時がありますね。ウェイ事件と。ウェイ事件？何を勘違いしたのか、語尾にウェイを。後で教えて。弱み握っときたい。わかりました。